そうは三浦 J の件でございます。今回もコツランザズドーンドン X1 を持ってスタジオに出かけよワイはいということで今回もトーン X1 を使ってね遊んでいきたいと思います。で今回落としてきたトーン X1 に入れたのはですね、ボスの SD1 ね、これも有名なペダルですね。本当に今回使う JCM の800ね、もしくはプレキシね、プレキシと呼ばれるもの1959とか、まあその辺のね1980とかでしたっけ、いろいろあると思うんですが、その辺とねなんか一緒に使ってるなんか王道パターンというかね、うん、なんかそんなセットな気がしております。はいね、ということで、まあ、それを使ってるこう SD1 とね、プレキシオコとか、一緒に使ってるアーティストが多いっていうのもね、そういうなんかこうハードロック系のね多いっていうのもまあ一つあるんじゃないかなと思いますけどもね。ということで今回 SD1 で私ね、いつもの通り、この SD1 ね、使ったことがありませんなので実機との違いは全く分かりませんがね、使ってみたかったものの一つではありますので遊んでみたいと思います。ということで SD1 ね、トーン X1 に入れた SD1 ボス SD1 と JCM の800、この組み合わせで遊んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はいということでいきましょう。まず800のみ、じゃあ押します。で一応いつもの通り、ボリュームはマックスね、トーン関係は、センター、そしてゲインは、9時ね、ゼロにしちゃうと音出ないね、9時いきます。ね、やっぱトーン X1、まあ実機だとオーディオ X とかもそうだけど、ボリュームフルにすると結構ブーストされるんだけど、アンプがこれはむしろ音下がっちゃうね音量ちょっと下がっちゃうので、ゲインを9時ではもう無理だね。普通だとさ、このちょっと上げるぐらいでボリュームは全開でいけるんだけど、これはちょっといけないので真ん中ぐらいまで上げちゃう。はい、ということでトーンをいじっていきましょうかね、原因の前に音量差はこれでいいだろう。じゃあベース、
We'll be right back.
ということで終わりましょう。SD-1 ね使ったことないですけども、多分 OD-1X に近いのかなと思ってたけど全然やっぱ違うね。まあそうだね、 OD-1X の時に、私が言ったそういえば感想はボスっぽくねえなっていうのを OD-1X の感想で言ったんだよね多分ね。うん、なんかボスっぽくねえなみたいなことを言って、まあボスはボスなんですけどね。で SD-1 はもっとやっぱボスっぽいんだなと思って聞くと、やっぱボスっぽいの俺あんま好きじゃないのかもねやっぱね。いやこれはそのなんだろう、実機と違うんでしょうけども、うん、ちょっとやっぱ本物触ってみたいな。うん、本物触ったら違う気がする。うん、なんかよくその聞く音 SD-1 と800とか、うん、SD-1 と1959とかそういうので聞く音となんか違う気がするので、まあやっぱちょっと違うのかな。でも SD-1 もね何種類かねトーンキャプチャーされたものが落ちていたので、また違うのを使ったら違うのかもしれないですね。うん、まあ使ったことなかったので、まあでも楽しくやりましたよ。うん、なんか文句言ってるみたいになっちゃったけど文句言ってるわけじゃないんです。うん、率直な感想言ってるだけなんです。特に嫌だとかいうことではないんですが、なんかねイメージと違かったなっていうのが第一印象かな。うん、なんかやってるうちにもなんか違う気がすんなみたいなね、うん、のは感じましたけども、でもこういうもんなのかもしれないしね、時期知らないから。うん、終わろっかね、止めどねえから。止めどねえ、止めどねえ、うん、はい、ということで終わりましょう。今回もね、長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。また次回違うペダルでお会いしましょう。おしまい、バイバーイ。